曲が民謡ということなんですね。どういった時ですか。そうですね、一応コンセプトとしましては学べるプロジェクションのということになりまして、皆さんとも話をしていて変われてる私が見たくなったりとかっていうのは何なのかっていうのを私たちも分かっているのか先生少ないのかなと思って、それを理解できるような思惑を持って、まあこの次の時に学べるプロジェクションのことができるのかなと思って面白いものだと思うのでね、なんかワクワクしますね。いろいろとお話を聞いたので楽しみにしたいと思います。さあ、信州大学大学院水玉チームの作品で文様です。 Let's check it out。こっちが行けば、まあ